南口西府駅は、東京都府中市本宿町1丁目にある、東日本旅客鉄道南武線の駅である。駅番号は、JN22。開業までの当駅地点の歴史については、開業までの歩みを参照。この付近が、府中市に合併される前は、西府村だったことに由来する。西府という地名は、府中の西側にある地に由来する、広域的な名称である。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅であり、自由通路と一体となった橋上駅舎を有する。府中本町駅管理の業務委託駅、自動改札機、自動券売機、指定席券売機が設置されている。緑の窓口は設置されていない。有人改札及び自動券売機の業務時間は6時から終電までである。そのため、改札には、乗車駅証明書発行機が備え付けられている。各ホームとコンコースを連絡する上下エスカレーターとエレベーターが設置されている。トイレがコンコース改札内に、ニューデイズがコンコース改札外に、清涼飲料水と菓子類の自動販売機が各ホームにある。コンコースの前は、駅の南北を連絡する府中市管理の自由通路となっており、南北駅前広場との間には上下エスカレーターとエレベーターが設置されている。自由通路入り口には西府駅の看板がある。また、北口広場に面した1階に公衆トイレがある。北口駅前は交通広場となっており、路線バスの停留所やタクシー乗り場がある。2019年度の1日平均乗車人員は 16,664 人である。利用客数1。開業以降の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた小数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。北ロータリー京王電鉄バス南武鉄道時代には、分倍河原の駅や保駅間に、本宿停留場と西府停留場の2つの停留所が設置されていた。本宿停留場は府中市立第5小学校への踏切の脇に、西府停留場は甲州街道との交差地点にあった。この2つの停留所は1944年4月1日の南武鉄道線国有化時に利用者の少なさと太平洋戦争の激化を理由に武蔵小杉停留場、宿河原不動停留場、南竹吉製停留場、東立川停留場とともに廃止された。分倍河原の駅や保駅間の西府地域に南武線新駅を設置する要望は終戦直後よりあったが、日本国有鉄道時代には一切具体化した動きはなかった。しかし、沿線人口も増加してきた1987年の国鉄分割民営化後あたりから、少しずつ具体化の流れが起こった。当駅の場所は、本宿停留場と西府停留場の間の本宿停留所近くである。2009年4月1日より、JR 東日本は、首都圏近郊の各駅で、閉鎖型喫煙所を除いての全面禁煙を実施した。当駅はこの期日より、前の開業だが、当初より、全面禁煙である。東日本旅客鉄道南武線快速通過、各駅停車分倍河原の駅西府駅、八保駅注釈、編集出店、編集、JR の1日平均利用客数、JR の統計データ JR 東日本の2008年度以降の乗車人員東京都統計年間。ありがとうございます。